R3-1 第2回です。各1番4センチと 3mm から1センチと 8mm を引きましょう。4センチから1センチは引きますが、 3mm から 8mm は引けませんね。これはここに書き込みでいいです。こちらこの4センチから1センチだけこちらにもらっていきましょう。4センチを3センチにして、で1センチは 10mm なので、ここに 10mm を下ろします。でもう答えでいいです。3センチ引く1センチで2センチメートル、2センチメートルと13ミリから8ミリ。まあ、10の方から8引いて2。それに差を足して5ミリメートル。2センチと5ミリメートル。こちらが答えです。で、2番です。86-73。うん、これも繰り下がりもないので、いっぺんにやってしまいましょう。80-70で10。で、6-3で3。このように考えればいいです。で、3番、72+29。まあ暗算でも全然いいですけどね。たまには筆算も確認しておきたいので、ここでは筆算にしましょう。72+29。2+9で11。で、7+2+1で90。ちょうど10ですね。101となります。で、52+18。こういうのをなんかスパッとやれるといいですね。10+62で、それに8+70、ぴったり70になりますね。あ、別にいいですよ。50と10で60。で、2と8で10。60+10で70でもいいですが、こういう切りがいいところをパッとできるようになるといいと思います。で、5番、81-78。これもね、これはもう暗算でいきましょう。引き算には2つの意味があって、81から78を取るといくつ残るか。それが一つ目の意味。で、もう一つは、81は78に比べていくつ大きいかという意味も、引き算にあります。なのでこれ、78。あといくつで81になるか。78は、あといくつで、に何を足したら81になるか。78は、あと2で、80になるし、それにさらにあと1で81になりますよね。だから答えは3です。81は78に比べて3大きいという計算でした。